いやー、最近ブリーフも悪くないなと思い始めた切なケースキです。箱庭の歌やっていきたいと思います。ロード、イーナさんとのデートの続きだ。イーナさん、私の僕の愛を受け止めてください。さあさあさあと話を済ませてしまおう。はい。お、ちょっと待って、りょうすけ、そのはい結構恥ずかしがってない？イーナさんに質問されながら、僕は昨日見た光景を簡単に説明した。質問ってどんな質問されたん？もしかして両親の年収とか控えたん？イーナさん、そういうところを目つけるタイプ？なるほどな。となるとやっぱり護衛が必要になるだろう。突然そんなことを言い出す。え？はあ。めんどくさそうにイーナさんがため息を吐き出すと、家の奥の方から背の高い男の人が現れた。え？ふふ、いよいよこの俺の出番というわけだな。めっちゃイケメンな人出てきた。でもなんか喋り方がちょっと残念そうです。残念イケメンの方かな。残念イケメンの方かな、この人。ちょっと残念っぽさが出てきたあたりから、ちょっとこの人の声変な声にしたろ。少年を、何を隠そう。この俺こそが。ちょっとうるさい。黙れ、大野。やっぱこいつ残念な人だった。どんな声にしようかな、こいつ。どうしようかな。だよ、登場してくらい勝手によく決めさせろよ。若干自分の中のそんな声にしとこう。これにしよう。次からこれで読みます。なあ、なんだなんだ。大野と呼ばれた男の人はこっちに近づいてきて、椅子にドカッと腰を下ろした。せっかく30分間ぐらい考えて一番生かしたやつで行こうと思ったのにな。30パターンも考えてたの、今の。今のすっげえくだらないやつを30パターンも考えてたの。思考の無駄遣いですよ。イーナちゃんの、イーナちゃんのせいで台無しだぞ。ちゃん付けで呼ぶな。おいの、イーナちゃんの母か仲じゃんか。いや、僕に同意を求められても。いいか、大野、私が上司でお前は部下だ。そもそも私より4つも年下のお前に私をちゃん付けで呼ぶ資格がどこにある？今更さん付けとか無理だし、何年の付き合いと思ってんだよ。半年だよ、たったのな。半年しか使い合ってないのに、もう何年の付き合いとか言い出したんじゃ。この人もうちょっとナンパしの技術あるね。絆の深さに時間なんて関係ない。じゃあなんで何年の付き合いって言い出したん、この人。だってうざい。これ可愛いんよ、可愛い人なんよこの人。多分ナンパ仕掛けてさ、5分くらいで女の人が誰で来るパターンのやつやな。多分ナンパするんは、ついていくんは大体成功する、ついていくまでは成功すると思うよな、ナンパしたらこの人が。けど5分くらいしたらこいつダメだなって思ってさ、しらけるんよな女の人。多分そんなパターンが多いんじゃないかな、この人。うぜえ、ああマジめんどくせえ。完全に置いてきぼりにされている。もっともあんまこういう風に付き合わされたらたまったもんじゃないけどな。ああ、すまない。こいつは王の、お前につける護衛だ。飯田さん、ちょっと護衛、ちょっと別の人に変えてもらえませんか。チェンジでお願いします。こんな人と一緒にいたくありません。なんかちょっとチラさが俺に伝わ、なんか映ってきそうで怖いんですけど。護衛？そうだ、実は今日お前をここに呼んだのは、話を聞きたいというより、こいつを紹介するのが俺の目的だった。イーナさん、その目的、その紹介ってもしかしてさ、あの BL 的なことを想像してんのかね。付き合う相手を紹介するっていう意味の紹介かね。イーナさん、ちょっとそんなわけないと思うけど、ちょっと。しかも紹介するんがあいつやけんな、こいつやけんな。なんで頬をあからめてんだお前は。今日はお父さんに紹介人がいるの。わあお前、俺のネタかぶせてくるなお前。俺のネタかぶせてくんなお前。お前も乗ってくなや。ほうあくらめるなお前。的なあれだぞ。わかってるな。
黙らないと給料を減らすぞ。はっはっはっは。望むところだ。ポジティブすぎるだろこの人。給料減らされたくないよ俺。50円でも減ったら俺泣くよ。給料を減らすんですか、現金を望むんですか。もう犬さん呆れてるよ。とりあえず説明を続けるぞ。あ、はい。一旦場を落ち着かせると、イーナさんはいつも通りの口調に戻って話を始めた。 RCH には敵がいる。え？それは今国取が戦っている敵とはまた別のものだ。スパイ？敵というより RCH の活動を邪魔する団体と考えてくればいい。スパイ？RCH の活動を邪魔して何か意味あるんかな。まあ、歩きんやいよんだろうけど、なんだろう。はあ、よくわからない話である。インパンジンやけんな、涼介は。そいつらは敵の殲滅を良しと思っていない連中だ。あ、多分国家の中で敵を潰した方がいい派と、敵を残した方がいい派に分かれとんだよ、多分。そんで、いい派が潰した方がいいと思っている派がイーナさん側で、邪魔しよう方が、まあ、おるって、そんな感じなんやな。すごいな。なんかマフィアの構想みたいになっとるよ。これまで幾度となく、RCH はそいつらの邪魔を受けてきた。イーナさんは僕の顔を見つめてくる。そんな見つめてないでくださいね。そんな見つめないでくださいね。私の心がドキキュンですよ。唯一敵を倒すことのできる小鳥。その小鳥と仲良く敵を目視することができるとなれば、そいつらがお前に手を出す確率はゼロではなくなる。おう、え、ほんとゲームの雰囲気変わってきましたね。これ若干シリアス展開に入ってきた。青春に戻りたいでござる。急にお金に襲われる。こんな感じだったもんな。前作の牢獄の庭も序盤は結構ほんわかしてた感じだったのに、突然このダークな雰囲気持っていくもんな。作者さんがすごいぜ。あ、そんな前作の箱に、じゃない、牢獄の上です、うえ、牢獄の庭ですが、チャンネルボタン、ここにチャンネルだな、ボタンを用意したんで、再生リストに飛べるボタンを押したんで、気になる人は、このボタンを押してください。再生リストに飛んで、牢獄の庭をパート1から見れますよ。宣伝しとこう。宣伝しとこう。心拍数がぐっと上がった。まあそんなに心配することはない。護衛をつけると言っても本当に念のためだ。実際に奴らがお前を襲ってくる確率はほとんどないだろう。ああ、それはよかった。安心していいんだか悪いんだか。ぶっちゃけ大野が近くにいるとうざくて我慢ならんから、押し付ける相手を見つけたかっただけだ。飯田さん、本音漏れてますよ。まあ確かに、俺がイニさんだったらそう思いますけど。ぶっちゃけすぎでしょ。本人の前です。ほら、なんだっけお前の友達。なんか同じようなやついいんだろ。夏雪のことだ。夏雪、ですか。そうそう、それそれ。そいつで慣れてるんだから、お前が敵人じゃないか。完全に涼介貧乏くじ引かれされてるじゃねえか。夏雪一人でさえ持て余しているというのに。よろしくなー少年。なんだ今のファンファーレなんやねん。お前どこで用意したのそのファンファーレ。はあ、はい。月がお前やられる。そんなドヤ顔されても、大野さん。それから、イーナさんは、スタッフの人といろいろ話しながら出かける支度をしていた。不安しかないですね。大野さん、ちょっと、いいですか。親しみを込めて、サトシって呼んでいいですか、大野さん。なんでサトシかって言ったら、聞かんといて、察して。どこか行くんですか。ああ、小鳥がどうやら妨害にあったらしい。また、またつか、マジで。もうしょっぱなから、現場スタッフだけじゃ対応できないみたいだから、ちょっと行ってくる。それ、小鳥は大丈夫なんですか。ああ、問題ない。心配するな。じゃあ、僕はどうすれば。ああ、すまない。
車がもうないから歩いて帰ってくれ。へぇー。大野と一緒に、なんでそこで笑顔になるの？なんでそこで笑顔になるの？ちょっと、この人と一緒にしないで。確かに、この人いらなくね。もうこの人がいるなら逆にもう一人で帰りますけど、サトシさんと一緒にしないでください。大野さん、下の名前なんていう名前か知らんけど、勝手にサトシさんって呼ぶからね。すると、大野さんが僕の肩に手を置いてきた。だまい！お前のせいだよ。はぁ、あ、もう、涼介突っ込む気にもならないね。なんでこの人と一緒に帰らなあかんねん、このロマンチックな雰囲気で。ひどいよ。ひどいよ、飯田さん。デートの雰囲気醸し出して、ラストはこれですか。RCH の、臨時支部を出て、大野さんと歩き始める。ここから徒歩だと、家まで40分くらいかかりそうだ。40分もかかるん。40分も一緒におらなあかんの。この、サトシさんと。嫌やな。ふんふんふーん。これ外から見られたらすごい恥ずかしいタイプの人じゃないん、これ。ふんふんふーんでお前気楽に鼻歌歌ってんじゃねえわ。こっちの方が恥ずかしい。上機嫌だな。言及されたのにな。ちょうどいい機会なので、いろいろ聞いてみることにする。この島に敵って何体いるんですか？ふむ、敵の数か。すると、大野さんの声色が急に真面目なものに変わった。まあ、真面目な時真面目なんだ、この人。一般人に、そんな大事なことを話せると思うか。あ、そうですよね。すみません。なんだ？思ったよりしっかりした人でないか。さすがに RCH 国家の機関ですよ。まあ、ふざけたまんまの人が入れるわけないよな。そうだそうだ。なんてことを思っていると、大きいのが残り3体で、小さいのがたくさんだな。言っちゃってるやないか。教えちゃったよ。この人、天然じゃないのか。ふざけてボケてるんじゃなくて天然じゃないのか。今の素じゃないの？この人いいな。第二の夏雪だな。夏雪とはちょっと違うタイプの感じはするけど、第二の夏雪だな。これは面白くなりそうだよ。まあ別にこれは教えたところで大した問題もないしな。なかったんだ。はあ、そうなんですか。やりづらい。その大きい敵と小さい敵って何が違うんです？は？え？そんなの大きさに決まってんじゃん。大丈夫？お前に言われたくねえよ、大丈夫とか。お前にだけは言われたくねえよ。夏雪とお前にだけは言われたくないよ。くさー。まあ、詳しく言うといろいろあるんだけどよ。だからって、それを俺がお前に教えると思うか？どうせ、そう言いながら教えてくれるんでしょ？大正解だ。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン。ふん、よくわかったら、お前、エスパーだろ。ちくしょう、こいつ、楽にてー。もうちょっともうこれさ、嘘つい、イーナさんに嘘ついてさ、こいつめちゃくちゃふざけてましたよって言うてさ、クビにしてもらおう、これ。そうしたらもうこの人の顔見んでいいような気がしてくる。そうしたら俺の RCH はさ、イーナさん、おっぱいのイーナさんと、かわいい、小鳥ちゃんの二人だけになって、もうすっかりはい。もう何がなくても、何かあったわけでもないのに RCH の本部に行きたいぐらいです。ああ、めんどくさいよ。イナさんのげんなりした顔を思い出す。多分今の僕は、さっきのイナさんと同じような顔をしてて違いないだろうな。ピキピキ、殴りたいな。俺は殴りたいな。殴りたいよ。もう死者さんで全員にかかろうか。かかれって言うたらかかろうぜって。先にこいつを倒すべきでは。そうかもしれん。こいつ RCH のお荷物っていうあだ名つけられとんちゃう、裏で。RCH のお荷物。大きい敵はな、人間に触れるたび、自身の一部を触れた人間の中に残していく。ん？自身の一部を、ああ、人間の方に自分の
一部残して、ああそうなんだよ。そうしてだんだんと小さくなっていたのが小さい敵だ。ああだから小さい敵は基本的にそこまでの害はない。たとえ人間に取り付いたとしても正しく処置すれば問題なく回復に向かうことができる。これあれなんですよ、あの前作の箱庭の歌では取り憑かれて、箱庭の歌じゃないわ、牢獄の庭じゃ、箱庭の歌はこのゲーム牢獄の庭で、あの取り憑かれて、あの気分 があのすごい精神状態が追い詰められて自殺したっていうキャラクターがおるんですよ。スライムだなんでスライムなん。もちろん最初から小さい敵もいて、というか大きい敵の方が珍しいんだが、この島に発生した大きい敵はこの前小鳥が倒したやつを含めて4体だけだった。あれ大きいやつだったんじゃ。そうなんですか。敵に触れられた人間は汚染度というものがあってね、ある一定数までは回復が可能だが、一線を越えてしまうと放っておけば自殺してしまうぐらいに精神を病んでしまう。あ、その精神が病んでしまうっていうのが前作の牢獄の庭に出てきた何やったっけ、ハヤトくんで、ハヤちゃん、俺がハヤちゃんって呼んでいたハヤトくんですよ。彼が精神病んでしまって自殺しました。そんな話があります。だから前作見たら結構このゲームをより楽しめると思うんで、前作見てください。再生リスト、再生リストに飛ぶボタンを置いておくんで、ここにもう一回宣伝しますよ、しつこいぐらい宣伝しますけど。まあ簡単に言えば、かすったくらいなら大丈夫だけど、思いっきりぶつかったりするとほぼアウトってこったな。ああそうなんだ。前にイリさんに教えてもらった B ショックの話を思い出す。残った3体を放っておいたら、一体どれだけの市民が島民これなんて読む、島民でいいこれ、島民が死ぬことになるのだろうか。ほんとやな、こんなん放っておこうとか言うて RCH の邪魔する人間どう思っとんこれ。こんな危ない3体残しておこうとしとんだよ。 RCH の反対派は何を思っとんこれ、おかしいよねこれ。これ島民って読むんじゃん島民じゃないやな、島民かなるほど、了解です、ありがとうございます。ちなみにこれ超ド級の機密情報だけど、うっかり話しちゃった何してくのこら、こいつ何してんの、クビだなこれ。イナさんに言おうぜ、もう今からちょっとさ、イナさんに会いに行って言おうぜ、こいつ機密情報漏らしましたよって。あ、そうしたら両方救うの命危ないんかな。冗談冗談、あよかった、冗談か、冗談な顔じゃなかったけどな今、大丈夫な本当に冗談だから安心しろよ。本当に冗談でしょうね、お前のこれまでのこと考えたらさ、本当に冗談なんかさ、わからんのやけど、本当だって。だがここから話す内容は本当に本当の機密情報だ。ちょっとさ、大野さんのテンションの上がり下がりの激しさすごいね、ロッククライミングしちゃいようかいう気分やもうね。これを聞いたらお前はもしかしたら今までの日常には戻れないのかもしれない。どうする、聞くか。え、これどうするの凌介、俺が決めるんかい、俺が決めるんこれ。マジでプレイヤーに選択権あるパターンのやつ、これ選んだ方向によってさ内容絶対変わるよな。こんなところで俺に選択迫ってくるん、どうする視聴者さんこれ。俺はちょっとさ、キックの方を選びたいけどさ、どうする、セーブ、そうやな、セーブしとこう、セーブしとこう。そうやな、なん、あえてこの10番っていうさ、すごい遠いところ、絶対ここ二度と使うんだろうぐらいのところ置いとこう。そうじゃ、セーブっていうポイントがあったんじゃ。でもって俺のやりたい実況的にはやっぱこれ聞く、オチで結局聞くことになるとかあるんかな。けどこれね、あえてね、もう一つのパターンは実況完結してからあれをどうだったんだろうっていう楽しみに持っとっておこう。
というわけで、さ、セーブしたかなと言ってね、戻ってきてやめておく選択したりすいませんので、実況最終回の後で、ちょっとご要望的なんがあったらっていうか、俺やりたいけんさ、まあ、残しておこう。結構最後の方に。聞きます。乗りかかった船だ。今さら、おじけついてられるか。教えてください。ふん、いい度胸だ。よし、特別に教えてやろう。いいか。よく聞け。実はな。は、はい。イーナさんの下着は割と子供っぽい。お茶うま。イーナさんめっちゃ子供っぽい下着着けんな。違うな。機密ではあるな。機密ではあるけどちょっと違うな、それ。なんか違うな。いや、どっちかと言ったら俺結構その情報好きやで。ありがたい情報だと受け取っておくけど、違うな。なんか違うな、これ。僕の思ってた機密情報とはなんか違うな。確かに、イーナさんの下着って、てかあんた、イーナさんの下着見たことあるんだよ。俺にも見せてほしい。写真撮ってない?けど違うな。いや、イーナさんのことだから、ブラジャーとか結構でかいんだと思うよ。Gカップぐらいかな。いや、けどさ、機密情報ってそういうことじゃないよな。なあ。いらんかった。そんな情報はどうでもよかった。どうでもよくはないな。イーナさんの下着が子供っぽいってことは、ちょっと俺の妄想には結構、妄想データとしては結構重要データだと思う。は?なんだ?よく聞きと言ったのに聞こえなかったか?イーナちゃんの下着は?もういいです。何ですかそれは。真剣な味かと思ったら。俺は至って真剣だ。命がけだぞ。確かに。確かにこのことがイーナさんにバレたらもう、首どころじゃすまんよ。殺されるよ。けどね、もうやだ、この人。っていうか、なんで知ってるんだ、そんなこと。何色なんだよ、イーナさんの下着は。ピンクか。子供っぽいって言うたけん、白かな。白は清楚系か。ピンク、子供、もしかしてプリキュアとか映っとるか。下着にプリキュアデザインされとるか、その下着。ふふん。今度もうちょいいろんなこと教えてもらおう。もうざっと教えてほしいんやけど、3サイズっていくつなの?イーナさんの3サイズいくつなの?俺の見立てだったらイーナさんの母音はさ、D とか G とかそのあたりだと思うんやけどな。そういえば、RCH はどうやって敵を見つけるんですか?そうや、ちょっとそこ気になるよな。敵レーダーみたいなのあるんかな?レーダー的な。なんだ、そんなことも知らねえの?敵は特殊な電波出してるからさ。それを受信する機械で捜索的してんだよ。うわぁ、すごいな。近未来的じゃん。そんな機械あるんか。便利やな。まあ、ことになんかは、ある程度近づけば、自力で見つけることもできるみたいだけどな。ほぉ、すごいな。へぇ。その時、ふと本拠地に置きっぱなしのラジオのことを思い出した。電波。もしかしたら。ん?どうかしたか?いえ、なんでもないです。へぇ。若干シリアス配当券さ、サトシさんの声変に読むに忘れとったね。この人ちょっと真面目にちゃんと喋るときあるけどさ、あの声でいいかってすごい悩むんですよね。真面目な声にするかどうか。ほんと、迷うな。それじゃあ、これで、ここで。おう、これからは俺がお前の護衛だからな。これくらいの声にしとこう。困ったことがあったら遠慮なく相談しろ。はあ、そりゃあどうも。相談料だが今なら30分4800円でいいぞ。金取るんかい。金取るのかよ。ベルゲームをつけるや。言いません、未成年です。なんだこの一日。7月17日
日木曜日、7が2つある日。朝家を出てしばらく歩いていると、道の端からひょこっと大野さんが現れた。お前また会いに来たんか。来ちゃったとか言うなよお前。おはよう、挨拶だ。挨拶は涼介、略してブルーマウンテンサブローよ。突っ込まんでいいかなこれ。いちいち突っ込みたいはないんやけどこれ、視聴者さんな。略されてない、むしろ長くなってる。しかも何ですかその芸名みたいな名前は。おうおう、元気がいいね。さすがチーボーだぜ。もう何でもいいですから、要件を言ってください。会いに来ちゃったってヘイとか言わないでくださいね。え、別にないよ。は、じゃあなんで出てきたんですか。だって俺お前の護衛じゃん。そりゃそうだけど、そんな日常的まで護衛せんでいいからな。お前 SP と自分を SP と勘違いしとるか。ただの護衛やけんな。もしかして学校までついてくるつもりじゃないですよね。安心しろ安心しろ、護衛任務とも言え、そこまでしろとは言われていない。そうですか、人は安心だ。本当やな。だが勘違いするな、それはあくまでもイーナちゃんに課せられた護衛任務の話。俺は自らの意思でプライベートの時間を削ってまでしてお前を守り抜いてやろうじゃないか。はぁ、それ余計なやつだよ。いいですから、プライベートを大事にしてください。せっかく人が守ってやるって言ってるのよ。イーナさんに言われたことをやだけやってください。大体他にすることないんですか。ある、いろいろとな。だが俺は人の困った顔を見るのが何より大好きなんだ。大好きな方なんか大嫌いだから、その笑顔を見せてほしいっていう感じで助けるみたいな、そんなんじゃないの。そのためなら任務放棄すら厭わない。ド S だよこの人は。最悪じゃないですか。おう、いいねその困った顔、最高だぜ。ヒュー、ということで学校前ついていた方が涼介が困った顔するだろうし、俺も学校に行くことにする。欲しい。やめてください。性格悪いよこの人。そしてするとその時、お、もしかしてイーナさんかなこれ。ああ、サトシさんの方だった。これはイーナさんかな。おっと、電話だ。大野さんの携帯がバイブレーションを鳴らし始めた。あ、ちょっと残り10秒になっとる。この枠いつもより残り10秒になっとる。というわけで視聴者さん、ちょっと気づかんかったけど残り5秒、4、3、2、お疲れっした。何これ。ちょっとこの展開が面白すぎてね、ニコ生の方はちょっとあの時間見てなくていつもよりか残り10秒だったね。あっぶな、挨拶せずに終わるとこだった。はい、というわけで今回はこの辺で、こんな中途半端なとこで終わってしまったけど、まあこんな時もありますわ。このあの携帯がバイブレーションを鳴らし始めたで終わりました。はい、さあこの電話の主は多分イーナさんだと思うけど、どんな要件だったのか、日常最大限多分ボケの方法に繋がっていくと思うんですよね。では次回お楽しみに。週上げ。